まあ、雰囲気はいいですし、まあ、その中でやっぱり新しいメンバーとの連携を、まあ、2日間で高められると思いますし、まあ、それをしっかり明日の試合で出していければなと思います。まあ、競争でしっかり勝ち取るべきものですし、まあ、その中でもやっぱり、まあ、選手もやっぱり高め合いながらいい競争をできればなと思います。まずはしっかりこう結果にこだわるところも必要ですし、まあ、その中でしっかり連携だとか、まあ、いい内容でいい結果を出していければなと思います。